こいつが、いけー来てるね。俺を狙ってやがった、こいつ。ほら。はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、ちょっと天気も悪いので、ある企画を考えてます。っていうのも、まあ僕はあんま上手くないんですけど、この FPS ゲームっていうのね、それの、コールオブデューティー、モダンウォーフェア、たまにゲーム実況で上げてる動画なんですけど、これ世界中のやつらがオンラインで集まってやってるんですけど、それの1位になるまでやめれませんという企画をやりたいと思ってます。でね、僕の自分の成績というかね、実力なんですけど、まあ本当に中の下ぐらいで、1位になったことなんてほとんどないし、よくて2位とかで、まあそうですね、あんまりうまくはないです。なんですけど、これをちょっとチャレンジして、1位になったらめちゃめちゃ嬉しいんじゃないかと思って、ちょっとこの動画を撮ってるのです。じゃあ早速ね、ちょっとゲームやっていきましょう。はっ！はい、まあこんな感じです。ちょっとメガネで、僕いつもプレイしてるんでやっていきます。で、このクイックプレイというやつをやっていきまして、でこれを押すと、今、世界中のやつらと通信ができていると。でちょっとルールなんですけど、1位っていうのも、このフィルターでいろいろあるんですよ。こうやって。ああ、なるほど。あ、自分以外すべて敵。これもいいですね。なんでもいいんです。で、ドミネーションとか、気流コンフォームとか、これで、1位になればいいんで、要は、チームデスマッチだったらいっぱい殺さなきゃいけないけど、何これ。はあ、殺さなきゃいけないけど、なんだろう。ね、こういう気流コンフォームとかは、バッチとか取った数とか、あとはこのドミネーションだったら陣地をちゃんと取った数とかになるから、もちろん強くなきゃいけないけど、強さだけじゃダメっていうやつも入れていこうかなと思います。まあ今日はこんな感じですかね。十分でしょこれで。そうで、このフィルターをかけた上でクイックプレイとやれば、その中でのやつをやっていくんですけど、あ、僕のロードアウトを紹介したいですね。その前に、まあ、普通の人があんまり使わない銃を使ってて、なんか MP4 とか MP7 だっけとかをプロの人たちは使ってるらしいんですけど、それだとね、めちゃめちゃ弾は速く出るし、殺傷率は高いんですけど、遠くが狙えないんで、僕はこの遠くが狙える PP19 バイゾンっていうのを使ってます。いや、今2位ですね。ちょっと待ってくれよ。いやいやいや、下手すぎるだろ俺。しまった、また、また、こういうところに地雷を置いて、僕はいつもポイントを稼いで、昔はね、ただ引きこもってっていうか、このゲームの中でね、芋って来たら撃つみたいなやってたんですけど、あ、来てるね。どうしよう、これ待ってみる。リベンジだね。まだいるね。ああ、なんで分かってたのやられちゃうんだろう。やばい、最下位になった、いきなり。あ、負けだ。というわけで僕の実力はこんなもんです。まあ5人ってかなり少ないですけどね。まあということで、こんなもんですよ、僕の実力は。やばいっすね。やばいんです。今度はね、ドミネーション。ドミネーションというまた陣地取りのやつですね。3回目なんで、次こそ行きたいね。1位を狙って。ナイス、ポジショニング、マキノ。あそこの B ってところに絶対いるので、このドミネーションでいうところで言うと肝ですね。あ、ここにいたら大体やれます、まあ、今回チームの勝利というか、まあ、自分の、で今味方がいなくなったら敵来ましたね。やりに来てますね。
で僕は弾がなくなれそうなんで、あっで今見ました、僕がこの人に殺されました。で自分の地雷が爆発しました。だからポイントが入るんですよ、このアフターライフとかって。で僕今ここで持ってるキュアパッケージか呼んだんで、てかこれ見てる人って上手い人たちだよね。だからこれ見ててもしょうがないか、間違えちゃったね。じゃあ撮ります。お、いいですね、ナイス UAV じゃない。1位になりたいから俺。1位になりたいんだってもっともっといかないと無理なんですよ。やっていかない。で僕今2位です。6人やってて2位、1位が取りたいですね。あ、いけない、なんかコインランドリーがあるじゃん。ちょ、まあ、何位、まだ2位ね。ちょもうちょっと頑張れ、1位になりそうなんで、まあ、めっちゃあ、もう1位になったべ、今俺。あれ？ポイントで負けてますね。ドミネーションですからね。巡航ミサイルでちょっと。こいつだ。こいつだ。いけー！いるね。俺の狙ってやがった、こいつ。このまま制圧しよう。チャーリー確保。びっくりした。と同じっすね。あ、まだやられそう。あ、来てるね、来てるね。あ、やられた？あ、まだ気づいてない。だから、あ、やられた。よっしゃー。あ、なんで1位になれないんだろう。敵を狙って撃てよって、めちゃくちゃ芯を捉えてますね。なんだ、やばい。こういう瞬間にね、気を抜くとね、あっという間に。味方だった。あ、味方だった。ごめん。ほら。まあ、絶対上にいたよね。どうやって上行くのこれ。ここか。まだいる？バカだなこいつ。ああ、なんだ今の。あれ、18やってんだけどダメか俺。ダメかな。やばい、やばいよ。1位にならないと終われない。ああ、やべ、3位になってるし。ああ、やばい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 。3回目でしたけど、3位でしたね。途中までは良かったんですけど、あのこれの一番上にある1位の人、97レベルのあの人いるじゃないですか。あの人はだから殺してる数は少なくても、その確保してる数が多いからポイントが高いんですね。いやー、そっか、悔しいな。